現時点でね、はい、どれくらいの IT スキルが必要なんですかという形ですね。コードを書く、うんちゃらうんちゃらとか言ってます、ね、いろいろありましたけどもね、どれくらいやねんと、どんだけできたらええねんというところをちょっと教えていただけませんか、浜口さん。どんだけできたらいいっていうのは、なんかすごい、なんかもうスーパーマンじゃないと嫌だみたいなことが全然なくてですね。ただ、やっぱり何らかのプログラミング言語じゃやっぱり触れてってほしいと思ってます。それは例えば、たまたま最初にやっぱ工学系にいたりとか情報系にいたりとか方もおられましたけど、そういう方はおそらく学校の例えばこれから卒論書くとかですね、みたいなことも含めて、いろいろやられるでしょうから、それは全然もちろんそういう経験でもいいと思いますし、そうじゃなくて、自分でなんかこう全然関係ないところにいるんだけど、自分で何かを作ってみるってことでもいいかもしれないんですけど、何かものを作る経験をやっぱりちょっとしててほしいかな。それをこのものを作るのがやっぱすごく大事だと思ってて、ものを作るとですね、やっぱり諦めないといけないことをたくさん経験できると思ってるんですね。何でもかんでもできるわけじゃないです。いろんなことがやっぱりそこにはありますので、そういうそのこうなんていうのかな、こうやりたいことを研ぎ澄ませていきながら、こう物を見積もっていけるみたいな、そういう経験ですかね、みたいなことをできれば学生時代に何か1個でいいからやっててほしいなというふうな気がしています。そうするとうちの会社に入ってくるとですね、もうそんなことばっかり、もう入った次の日からガンガン一緒にやることになりますので、具体的にこんなことやりたいみたいなことはたくさん多分修行もできますし、僕も会社に入ってから学んだことの方がずっと多いので、別にその学生の時何でもできたことがもう全然言うつもりはないです。だけどあと、もう一つ添えようとしてほしいのがあれですかね、インターネットってどんな仕組みで動いてるのかなみたいなことっていうのは、なんとなくやっぱりちゃんと知っててほしいかなというふうに思いますね。これすごく大事なことで、最近よくこの辺の業界の人たちではなんかフルスタックエンジニアみたいなことが言い方をするんですけど、フルスタックエンジニア、はい、もういろんなレイヤーがあるんですけど、そのここしか知らないではなくてですね、もうそれぞれが役割分担をしてシステムって動いてるんですよね。でその役割分担、どこでどういう役割分担をしてるのかっていうようなものの考え方がすごく整理されてるので、そういうものはやっぱりちゃんと知っててほしいかなというふうに思います。それは何でもできるようになるのは会社に入ってから全然構わないので、そういうただ考え方っていうのかな、経験みたいなものっていうものを何かすごく高度なものじゃなくてもよいので、やっててもらえるとの話が通じていいかなという気がしてますね。何か作ったことあるっていうのは、そのアプリを作ったとかホームページ立ち上げたとか、そういう感じ。そう、例えばね、だけどそんなことだけじゃないと思いますよ。皆さん多分何かの多分論文を書くときに、これは分野、どういう分野かは人それぞれでしょうけど、必ずプログラムなんか書いたりする経験もあったりするんだと思うんですよね。ない人ももちろんいると思いますけど、ある人なんかはもうそれが非常に大きな多分経験かなというふうに思いますけどね。大学って本当にいいところですからね、そういう意味で言うと。なるほど。具体的に今どんな言語とか使ってるんですか、会社では。じゃあいろいろですよね。そうですね、いろいろですね。社内システムは割とメンテナンスはパールでやったりすることもあるんですけど、最近はそのブラウザーベースでいろいろ動かしたりするので、そういう意味で JavaScript だったりとか、そういうのが分かるとすごく、それじゃないとダメってことでは全くないんですけども、いいかなというのはありますね。ちなみに丹波君はどれくらいできてたの？僕は理系、大学時代理系で工学部だったんですけど、授業で C 言語を触ったとか、あと研究室、大学院その後進みまして、で研究室でニコニコ動画の研究をしてたんですけど、その時にこうユーザーがどういうふうに動画を見るかみたいなことをシミュレーションをパソコンでするにあたって、サーバーでするにあたって、そのシミュレーションに必要なプログラムを書くというような形で、やったことはありました。ただ入社してそれがそのまま使えたかっていうと、プログラミングの考え方みたいな、例えば if 使ってこう分岐させるとか、そういう考え方も基本的なことですけど、そういうことはいきますけども、直接じゃあその C 言語のその何ですか、書いたプログラムなんていうんですかね、直接その C 言語が生きたということではないんですけど、
まあ、考え方っていう意味では生きたかなと思います。最近だったらいろんな意味で言うと Python が書けたりとか、あと JavaScript はちょっと喋れるととてもいいですね。JavaScript 喋れますって言われたらちょっとあの結構僕好きですって言っちゃうかもしれない。好きですと、はい、だからあの実際あの、まあ、僕も Perl 使ってますけど、それはサーバーサイドの話であって、で Perl 使って、まあ、例えば動画、MS オンデマンドとかの時代はそれでシステムを動かしてたんですけど、それで作られたページとかはもちろんあの HTML で書かれていて JavaScript が動いているというようなところで、まあ、それをこう自分で見て、どういう動作になってるかっていうのを分かる必要があったりするので、だから必ずしもサーバーサイドだけやってたらいいっていうものではなくて、まあ、ブラウザ上で動いているものを、まあ、こう何て言うんですか、全体として分かるっていう、まあ、そういう意味でフルスタックエンジニアみたいな話だと思いますね。なるほど。中川さんはなんかどんな銀行？僕は人がいい人がいいですね。日本語で、ね、日本語がいい人。やっぱこう人間で、ね、人の良さみたいなところって変えられないじゃないですか、スキル以外にも。言語とか僕ちょっとよくわかんない。そういう方は一般職の方に、ね、来ていただけると、ね、はい、いいですね。